見るだけ観光リサーチ太陽公園。兵庫県姫路市にある石でできた世界各国の建築物や彫刻が再現されているテーマパーク。多彩さや規模は国内指折り。エリアは石のエリアと城のエリアに分かれています。まずは石のエリアを紹介。世界の石の文化遺跡を結集したエリアで、まず現れるのがパリのシャンゼリゼ通りにあるエトワール凱旋門。かなり簡素化されていますが、それでもかなり大きい。そこをくぐると世界各国の石像たちがお出迎えしてくれます。イースター島のモアイ像や巨岩像など多数の石像が道の両脇に鎮座します。そして現れるのが仙台の兵馬俑が発掘された現場を再現した兵馬俑展示館。ここが個人的には一番の見どころ。建物に入るとその迫力に圧倒され言葉を失います。ちなみに兵馬俑とは秦の始皇帝を死後を見守るために埋められた兵士や馬の人形のこと。作りすぎたのが兵馬俑校の建物の外にもたくさんの兵馬俑がいます。この次に全長 2km に及び再現された万里の長城が現れます。道幅と高さはなんと実物と同じサイズだそう。そこを抜けて小高い丘を登っていくと、そこに見えてくるのはあの有名なピラミッド。ピラミッド内に自由に入ることができ、中にはツタンカーメンの黄金のマスクも飾られています。さらに急な山を登っていくと、ケイソク寺という400年ほど前姫路にあった寺が再現されており、その前にはおびただしい数の仏像が。これらは五百羅漢と呼ばれ、お釈迦様が亡くなった後、生前のお釈迦様の教えをまとめるために集まった500人のお弟子さんたちのことらしいです。他にも中国の有名な天安門広場や石化神殿、めちゃくちゃ大きい高架など様々なレプリカがあります。石のエリアはとにかく広いので歩きやすい靴がベター。所要時間は1時間以上確実かと。次に城のエリア。駐車場からすぐの建物から乗るモノレールで行くお城は、シンデレラ城でも有名なドイツにあるノンシュバンシュタイン城を3分の2のサイズで再現した白鳥城。中には様々なトリックアートがあったり、王様の部屋があったりといった感じ。お城はかなり大きく、いろいろなところでいい写真が撮れるのでコスプレ撮影者にも大人気。全体の料金は大人1500円、子供700円、駐車場あり。そうして半日で世界旅行。石が作る不思議な世界、それが太陽公園。ぜひ皆さんもビュータイム。細かい情報は概要欄に載せています。チャンネル登録よろしくお願いします。